以下はシリバダバーガバタム第2編第9章第7節。1972年4月26日東京にてエセバクテベランタスタミプラブパダにある法話です。これは非常に録音状態が悪く、プラパドの声が大変聞き取りにくい状態になっています。しかし貴重な東京での法話ですので訳させていただくことに決めました。この東京の地で話してくださっていることに思いを馳せてお聞きください。素晴らしいです。この音訳というのは非常に役に立ちます。次の方どうぞ。この音訳というのは皆さんのためにあるんです。この皆さんは本を売っていらっしゃいますけど、しかしこのマントラ皆さんのためにあるんです。このマントラを唱えられるようにあるんです。次は誰が唱えますか？But when he was unable to find anyone besides himself, he thought it wise to sit down on his lotus feet firmly and give his attention to the execution of penance, as he was instructed. その声が聞こえたとき、彼は誰が話しているのだろうと四方八方探した。しかし自分のほかに誰も見つけられないことがわかると、彼は蓮の座にしっかりと腰を下ろして、指示通りに集中して、苦行を行うことが賢明だと考えた。で、彼は誰も見つかることができませんでした。しかし彼は真剣に考え、そうしてタパスヤを始めました。ですからバーガワタの最初のところにこのように言われているんです。ハートからと。そうです、彼は外側から聞いたんです。このハートの中からの指図というのは、はい、あなたは今からタパセを始めなさいというものでした。ですから彼は始めたんです。ですからクリシナは内側からと、そして外側からと、両方の側から助けたんです。で、外側から聞こえました。どこかから音がやってこえました。そして内側から彼は確信を得ました。そうだと。So, Krishna is helping us externally by the spiritual master. で、クリシナは外側から、精神指導者として助けました。Internally by the Krishna. そして、内側から教えとして。Buddhi Yoga Mudra in this way,
He's trying to help us. このようにしてクリシナは私たちのことを助けようとしてくださっています。不運なことに私たちはそのクリシナの助けを気に求めていません。そしてどうして、苦しまなければならないんでしょうか。外側と内側、この両面があります。クリシナは外側から精神指導者として助けてくださっています。精神指導者というのは思考主の外側の現れです。例えば誰かがこの東京の街でどこかに行くとします。そうすると私は何かを言わなくちゃならない。で、例えば私はその人に言います。このメッセージを彼に届けてくれますかと。それと同様にクリシナも親愛なる献身者のうちの誰かに、人々がクリシナ意識になるように手伝ってくださいと代理を送ります。で、あの人のところに行ってこれ言ってくださいと。ですから精神指導者というのは思考主の外的な現れなんです。そして内的にはクリシナはパラマートマ、思考なる魂としてハートの中に座しておられます。ですから内側と外側の両方側からクリシナは助けてくださっているんです。そしてこれはクリシナがなさっていること、クリシナがなさっていることですから、ですからその内側からの教えと外側からの教えと、その2つに両者の間に、違いはありません。教えは同じ教えだからです。ですからヴィシュヴァナータ・チャクラヴァーティ・タクラは言っています。すべてのシャーストラ経典、そして精神指導者は直接ハリ、すなわち思考人格主身として受け入れられていると。なぜなら精神指導者は針のメッセージを直接運んでいるからです。またこのようにも説明されています。しかしマヤバーディはこのように言うでしょう。じゃあ私がもう神だと、で私がクリシナのメッセージを運んでいるんだから、だから私がクリシナだと、そんなふうに言います。それは違います。キンティプラボーやプリアエヴァタッシャ、その人がプラブーになった、あるいは神になったというわけではありません。その人はとても親愛になる従者なんです。で、キンティプラボーやプリアエヴァタッシャ、その人は重要なメッセージを運んでいるから、だからその人は非常に内密なんです。
そしてその人はとても重要な内密なる従者、そのメッセージを運ぶ人であるがために、その人は主と何の変わりもないと言えるんです。例えば私が誰かに何かとても大切なことをお願いしたとします。で、ということはその人は私にとても内密な人だということです。じゃなければその人を信用できるわけがありません。ですからこのことはとても明確です。マヤバーディの犬とは違います。で、クリシナのメッセージを私が代表して運んでいるんだから、だから私がそのクリシナになったと、そういうことではありません。ただ私は同じと言えます。なぜならその運んでいるその内容、ビジネス自体も同じだからです。クリシナはサルバダルマンパリテダマーメイカンサララムラジャとおっしゃっています。そして精神指導者も全く同じことを言っています。ただクリシナに身を委ねなさいと。ですからそのメッセージの内容は同じです。同じと言えます。しかしマーヤバーディの言っている意味で同じということではありません。でマーヤバーディの人たちはそれで自分が神になったと、そんな風に言います。そうではありません。彼は神ではありません。ただ神の最も内密なるしもべであるということができます。これがバイシナバ哲学です。精神指導者というものは受け入れられなくてはなりません。思考主、最高人格主神から直接作者であると受け入れられています。ですからいわゆる精神指導者という人は高慢になってはなりません。だから Now I become God. 私はもう神になったんだと。Man. これはマイバーディーです。これは悪質なものです。いい、その代表者というのはクリシナ、すなわち神のとても内密なるしもべだということです。ですから弟子は精神指導者のことを神と同様に善なるものと受け入れなくてはなりません。ですからこの結論として言えること、それは同時に同じでまた違っているということです。これがアチンタ・ヴェーダ・ヴェーダです。違っています。すなわち精神指導者というのはクリシナ、神のとても内密なるしもべであるということ。で、弟子にとってはその精神指導者というのは神のしもべであるということ。例えばキリスト教の哲学ではこのように言います。父と子と、そのように言いますよね。すると同様にここでは父と子と言います、あるいは精神指導者と神と言います。これは同じです。でも同時に違うと言えます。この両方が言えます。
シシッサラチントビーラーレッタッタ。これがアチンチャベーダベーダタットバと呼ばれるものです。同時であって、そして異なっていると。でキリスト教の哲学というのもこのようなものじゃないかと思います。でキリスト、息子、そして神。聖なるゴースト。彼らは同時で、そして異なっているんじゃないでしょうか。違いますか。まあ、そういう立場にあります。ですから私たちはこのように説明することができます。キリスト教の人々たちはこう言います。唯一の息子という言い方をします。で、私たちはこのように注釈をつけます。まあ、注釈をつけるわけではないんですけれども、このように理解をします。誰であれ、そのとても内密な人、これはちょうどお父さんのような立場。お父さんにはたくさんの息子がいます。でとても従順な息子もいます。そしてそのたった一人とても従順な息子がいれば、お父さんはこう言います。彼こそ私のもう唯一の息子ですと。他のは息子じゃありませんと。実際にはもう彼こそが私の息子なんですと。まあそのように時々お父さんというのは言うものです。でもだからといって、そのお父さんには息子は一人しかいないというわけではありません。たくさんの息子がいます。ただ他のみんなは全く役に立たないと、もう価値がないということ。たった一人だけがとても神聖な役に立つことだと。よく似た記述が他にもあります。これはトラシーダースによって述べられています。このトラシーダースということはヒンズー教の詩人です。で彼はこう言っています。息子とそれから尿は、同じ元から来ていると、源から来ていると。それは事実です。このプートとムート、プートというのは息子という意味です。そしてムートというのは尿です。で私たちが息子を設けると、この時は同じ性器を通ります。で、尿を排出する時でも同じ性器を使います。でトラシーダースはこのように言っています。それは素晴らしいと。このプーツとニュート、すなわち息子とニオン、これは同じ源から来ている。でもし、その人が主の献身者であれば、その人はプーツです。If he's not, then he's moot. で、その人がその主の献身者でなければ、ムーツ。Then he's moot.そういう場合、つまり、主の献身者にならない人はプートではなくてムートだということです。でもし、まあ、息子を作ったと、でもその息子がディボーティーに献身者にならなかったと、そうすればもうその人はムート
と変わりない、ただ尿を排出したのと同じだということ。そんな人はモートよりももっと劣ると。というのはムート、そんな尿というのはそんなのも排出するだけでなくなってしまうと。けれどもその息子の方は存在していると。でもそ の, あのそこに残っている存在している、要するに役に立たない息子、それは尿と何の変わりもないと言っていますが、尿よりもまだ悪いと。なぜなら尿の方は排出されてなくなってしまうけれど、息子の方が残っていると。ですから尿にも劣らない息子なんていうのは悪い匂いがずっとしていて、もう私を嫌な目に合わせると。この話、この例にはとても教えが込められています。どうしてこんな風になっているんでしょう。誰もが神の息子です。しかしその神の子として、本当に神の子として振る舞うならば、そうすればその人は褒めたたえられます。もう彼だけは私の子供なんですよと、そういった考え方です。ただ神が子供を一人しか作れないと、そんな風に制限を加えているわけではありません。なぜなら神というのは無限の子供を持っています。で神自身が無限です。普通の一般の人でさえもドゥリトラスラのように100人の子供を設けることができるんです。他にもいっぱい例があります。リシャバデーバもそうですから、神が100人の子供しか持てないと、そんな制限が加えられるわけがありません。私はキリスト教の教会で牧師さんに質問したことがあります。神というのは無限ですか、それとも限界がありますかと。で牧師さんは答えました、無限ですと。で私は言いました、それじゃあなぜあなたたちはその、まあ、キリストのことですが、たった一人の息子しかいないと、神にキリストこそが唯一の息子であるという、そういう制限を加えた言い方をするんですかと聞きました。牧師さんはその質問に答えることができませんでした。どうしてでしょうね。そんななぜ制限を加えているんでしょうか。神は無限のはずです。一般の人でさえ100人の子供を作れるのに、なぜ神は制限が加えられているのか。どうしてたった一人しか息子を作れないのか。まあその、説明がなされなければなりませんが、とにかくトラシーダースは言いました。で、トラシーダースの答えはこうです。その人が献身者ならば、そうすればその人は息子と認められる、じゃなければその人は尿に過ぎないと。神はたくさんの子供を設けている。そしてその中で価値のある息子、それはたった一人、イエス・キリストだけだったと。そのように説明を込まればいいんです。なぜならキリストは主へ奉仕をしました。でお父さんである神の主のメッセージをもたらしました。ですから私たちはそのように説明をします。ですから神には一人の息子しかいなかったのではなく、
価値のある息子は一人だけだったという言い方です。そしてその他はみんなムートだったと。で、誰々、神の意識、クリシナ意識でない人はそれはムートに過ぎない。で、解説を読みなさい。人生で成功を収めるためには、主ブランマ、まず最初の創造の中の一番初めの創造物である主ブランマの例に従わなくてはならない。思考主に入門をされてからタパシアを行った。でブランマはそしてこれをすると、そういう決意を固めた。そして自分以外には誰も見つからなかったが、その音は主自身によって伝えられたのだということを理解できた。他に創造物がなかったので、ブランマはその時点で唯一の生命体であった。自分以外には何も見つけられなかった。シュリマデ・バーガヴァタムの第一編第一章の最初の節で、すでにブランマーは内面で主に入門を授けられたと述べられている。主は至高なる魂として全ての生命体の中におられ、ブランマーに入門を与えた。なぜならブランマーが入門を望んでいたからである。同時に主は入門を受けたいと望む者すべてにお与えになる。すでに述べたようにブランマーは宇宙の精神指導者の根源である。そして主ご自身から入門を許されたため、シュリマダ・バーガヴァタムのメッセージは否定継承を通じて与えられる。そしてシュリマダ・バーガヴァタムの本当の教えを受け取るためには、否定継承上という鎖にある精神の死に近づかなくてはならない。After being initiated by the proper spiritual master in that chain of succession, one should engage himself in discharge of tapasya in the execution of devotional service. 継承の鎖状である正当な精神の死の任務を受けてから、人は献身奉仕を実行する中でタパシアに身を置かなくてはならない。One should not, however, think himself on the level of Brahma to be initiated directly from the Lord.しかし自分のことを主によって内面で直接入門を許されたブランマーのレベルだと考えてはならない。なぜなら今の時代では誰もブランマーほど純粋だと受け取られるものなどいないからである。The post of Brahma to officiate in the creation of the universe is offered to the most pure living being.宇宙の創造を司るブランマの役職は最も純粋な人に与えられるのである。そしてその資格がなければ、そうです、ここが重要です。誰がブランマになれるか、ブランマになれるのは誰なのか。でそれはとても高い段階にある生命体です。純粋な人です。その人はあなたがブラマになりなさいと任命されます。
ブランマーもやはり生命体です。しかし、ブランマーは非常に純粋なので。This Brahma force is sometimes not available because there is no such force in living being.時にはそのブランマーのポストに値する人がいないことがあります。それはなぜかというと非常にそれほどに純粋な生命体のがいないからです。その場合クリシナはご自身がブランマーとなることがあります。宇宙の創造を司るブランマーの地位は最も純粋な生命体に与えられる。そしてそのような資格がない限りブランマーのように直接扱われることは期待できない。しかし特にバガバトギータやシュリマダバーガブタムで明らかになっているように、汚れない種の献身者と経典の教えによって同じ配慮が与えられ、また誠実な魂にとっての神聖なる精神指導者を持つことになる。主ご自身が精神指導者として現れ、誠実な人はその主に仕える。ゆえに誠実な献身者と偶然出会う神聖なる精神指導者は最も内密で主の愛する代表者として受け入れられなくてはならない。そのような真の精神指導者のもとに身を置ければ望む者が主の慈悲を受けることは疑いの余地もない。シュラ・プラッパドにすべての栄光あれ。ここで終わっています。大変お聞きづらいところをご清聴ありがとうございました。